なんか千葉市に住むガーナ人の男性が、とんでもないことを主張しているようだね。なんとそのガーナ人は、外国人を理由に生活保護申請却下は不当として、裁判所に訴えを起こしたらしいんだよ。ちょっと待ってよって感じだよね。では、次の報道内容を見てみて。外国人であることを理由に生活保護を受けられないのは不当だとして、千葉市に住むガーナ人の男性が裁判所に訴えを起こしました。訴えを起こしたのは、就労ができない在留資格を持つ千葉市に住むガーナ人の31歳の男性です。訴状などによりますと、男性は留学と就労の目的で来日した3年後の平成30年、腎臓の病を患うなどして働くことができなくなったということです。この間、在留資格は一旦切れましたが、その後治療を受けるためとして、就労はできない条件で新たに認められています。しかし、このままでは収入が得られないことから、千葉市に生活保護を申請したところ、外国人であることを理由に却下されたということです。おかしな話だよね。そもそも外国人の生活保護については、生活保護法の第1条で、国は生活に困窮する国民に対して必要な保護を行うと規定しており、外国人に対しては生活保護法は適用されません、となっているんだよね。ちなみに生活保護を受給することができる外国人の在留資格は、永住者、定住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、特別永住者、難民認定されたもの、とされているんだよ。このガーナ人は、外国人であることを理由に却下された、と訴えてるけれど、ただただ条件を満たしていないから、生活保護を受けられないだけの話でしょ。ネットでも、厳しい声が飛び交っていて、最高裁で決着ついてるから棄却じゃね。日本には、働かざる者食うべからず、という言葉があってな。働けないというのなら、その生活保護費で、自国へ強制送還してしまえ。それと、最高裁判例が出てたような、この事例は。NHK は、それすらも情報を取得してないのか。どうぞ自国へお帰りください。それは母国に言う話では。何言ってんだこいつ。そして、それを報じる NHK もなんなん。病気はかわいそうだけど、それとこれとは話は別だよね。入れ知恵してるのがどの団体かが気になるわ。自活できないのは、入国許可下りない当たり前。母国へ帰り、母国で生活保護を受けてくれ、などとみんな怒ってる状況。もしもこのガーナ人への生活保護が認められてしまったら、生活保護目当てに大量の外国人が日本に山ほど押し寄せてくるだろうし、今現在日本で働く技能実習生も困窮したらすぐさま生活保護に飛びつくだろうからね。そうなると日本は外国人への生活保護により破綻しかねないよ。そもそも今回訴えを起こしたガーナ人もそんなにも大変な状態であるのなら、母国であるガーナに帰国し、ガーナ政府に助けてもらえばいいだけの話でしょ。っていうか、それしか残された道はないと思うんだけど。とにかく裁判所は、このガーナ人の訴えを退けること。前例を作ってしまえばどうなるのか。確実に恐ろしいことになると思うから。